越前市中央公園にやってきました。このエコ結び学園ではエコの輪を広げるためエコチャレに取り組む皆さんをこちらエコチャレ隊員に任命し応援していきます。今回隊長がやってきたのはくれ、やる、帰るで集まれ。欲しいものがあればくれ、差し上げたものがあればやる、交換したいときは帰る、お金の発生するやり取りはなしというイベント。エコチャレ隊員に任命させていただきますんで、エコ隊員として一緒にイベントに参加してくれるのは仁愛大学コミュニケーション学科吉村ゼミの皆さんです。いろいろ持ってきました。まず一つ目、これなんか植物とか立てる台。あの子供がちょっと大きくなってきたので小さい頃からの使ってたおもちゃ、私たちのゼミでも子供関連のもの出してます。早速イベントに参加、みんなにやるから持って帰ってください。本当にお願いします。妹にプレゼントしてあげて。はい、じゃあ僕ありがとう。はい、持って帰ってください。差し上げます。ありがとう。お母さんお父さんはもうむちゃくちゃ嬉しいイベントだと。子どもの成長って早くて、服とかたくさん買ってもやっぱ着れなくなっちゃう人多くて、でそれをやっぱ捨てるのってもったいないなって。人のいらないものが自分のところに来てまた使えるっていうのがすごい楽しいなと思うし、物を大事にする心も子どもに伝えられるのでいいイベントだと思います。これからも一緒にエコチャレ頑張っていきましょう。それではいきますよ、せーの、エコ結び。